ミリセントブルーナイト、許せません。コマリ様をスパゲッティまみれにするなんて。そうだ、ビルがさらわれちゃったんだ。早く助けに行かないと。で、なんでお前はここにいるんだ。ここは上位世界なので気にしたら負けです。なんだよ上位世界って。それはそうと、コマリ様、私の手紙を読んでいただけましたか。実は私とコマリ様には朝からぬ縁があったのですよ。ああ、ちょっとびっくりしたよ。まさかお前が学院時代の同級生だったなんて。コマリ様のおかげで私は救われました。だからその恩を返すために舞い戻ってきたのですよ。いいよ別に、恩なんて返さなくても。でも私たちは学院時代に将来を誓い合った仲なのですよ。え、覚えていらっしゃらないのですか。あれはのどかな春先のことです。私とコマリ様はこっそり授業を抜け出して校庭へ向かいました。そこでブランコに乗りながら約束したのです。大きくなったら結婚しようねって。頭が。まあ嘘ですけどね。そうだよな、私がそんな約束するわけないよな。約束するのはこれからです。コマリ様が私を救出してくださった暁には結婚式を開催しましょうか。海の見える教会がいいですね。寝言は寝ていい。いや、それはともかくミリセントだ。早くあいつを何とかしないと大変なことになっちゃう。バイトです、コマリ様。うむ、お前はどの立場なんだ。囚われの姫君の立場です。物語の王子様のように私を救い出してくださいね。ご褒美にチューして差し上げますから。いらね